はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、久しぶりにおやつをご紹介したいと思います。本日ね、ご紹介するおやつはですね、こちらになります。はい、こちらですね、ハムスターがおててに持って食べる野菜、4種類の野菜が入ったプニュプニュの新食感が楽しいカラフルで可愛いおやつですって書いてあるんですね。これをあげたいと思いますね。これはですね、かぼちゃのビタミン E、 キャベツのビタミン C、 人参のベータカロチン、トマトのリコピン、なんかこんなのがね入ってるみたいなんで、早速与えてみたいと思いますね。ですね、これがトマトでしょ、トマトで、これが人参で、これかぼちゃですね、かぼちゃ、ちょっと分かりにくいですけど、これがキャベツですね、キャベツだと思うんですけど、はい、ではね、早速この子でこの子も何日なんですかね、生後で。生後30日ぐらいになりましたね、この子で。この子は何を食べた？あの子が持ってたのはキャベツですね、キャベツのビタミン C ですね。はい、この子はかぼちゃ行きましたね、かぼちゃ。これね、食べやすくて、野菜で健康にいいんでね、体に。これはおすすめですね、おすすめ。あ、この子は、人参なのかキャベツなのかね、分かりませんけど食べてますね。あ、奥の子も食べ残しを食べてますよこれ実を言うとね、これ2回目なんですよね。以前にもあげて、なんか食いつき良かったんで、これちょっと紹介しようかなと思いましてね。はい、こちらも赤ちゃん食べてますね。はい、といったわけでですね、これはそこそこ食いつきがいいんでね、お野菜なんでおすすめいたします。はい、ではちょっと赤ちゃん見てみましょうかね。赤ちゃんを、はい、生後10日になりましたね、10日目の赤ちゃんでございます。だいぶ毛が白くなってきましたよね。日に日に白い面積がね、大きくなってきますね。元気に育ってますよ。人参落としてみましょう。人参、はい、人参とかぼちゃいきましょうかね。かぼちゃ、おお、食べる食べる、うん、声出して泣いてますね。
奪い合ってます。はい、全種類与えてみましたね。はい、といったわけでね、本日は10日目の様子でしたけど、あまり9日目とね、変化はあまりありませんね。でもまだ開いてませんので、はい、といったわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。